小原菜奈です。今日は久しぶりに髪を切りたいと思います。今ね、髪はこんな感じ、後でちゃんと写すんですけど、衝動で切りたくなってしまったので美容院に行ってきたいと思います。全然決まってないんですけど、私の担当の大西さんと相談しながらいろいろ考えていこうかなって思います。では行ってきます。イエーイ。イエーイ。はーい。何センチぐらいですか？今日切るのは10かな。10センチぐらい。うわ。じゃあ右だから。え、怖い。みんな注目して。集中してこれやんないと本当に今日の仕上がり変わるから。オッケー。バーン。結構思いっきりよ。豪快すぎるよね。こっちも置いとく？わ。そうだね。せーの。やりすぎた。怖い。来ました。バイバイ。バイバイ。やったー。じゃあ、前髪から切る。はい。前髪のここね、大事だよね。ですよね。この間に何があったの？何があった？あれ俺ここ切ったっけと思ったら最初に切ったの。楽ね。こうするとショートコン。でもこれ濡れてるから結構長く見えるんだけど、軽く変わる時点は結構これぐらいになるから、一旦これぐらいでいこうか。あ、ね、あ、なんかああいうのってよくあるけど、ああやって切るの初めてだ。バーン！最初みんなさ、ちょっと言ってるんですけど、風格やっぱ評価系だ。ねえ、私もよ、思った。評価系だわ、評価系出てた。マジで評価系出た。別にハサミだったら操作なのにさ、評価系なの、すごいよ。あ、すごいね。やっぱ髪切るとすっきりするよ、うん、どんどん切りたくなっちゃって、マジでやっぱり坊主が最初に今日やっぱ坊主にしようと思って。そうすっきりした。確かに、ね、やば、最高だ、ね、じゃあちょっとバリカン持ってくるね。今まで意味なかった。はい。おお。わあ。可愛い。めっちゃ可愛い。おしゃれじゃない？うん。可愛い。確かに。確かに。結構雰囲気さ、髪型によってめっちゃ変わる。うん。真後ろぐらいに乾かすイメージでやった方がいいかも。ここがこうパカーンって分かれてると、あんまり決まらないからさ。これがクリップ増やそう。かわいいじゃん、でもいいじゃん。でもかわいくない？うん、かわいい。ええやん。いいやん。絶対ええやん、ええやん。かわいい。
ほら、ね、長さこれでいこうか、はい、ちょっとメンテナンスの調整だけして、うん、伸びたらもう、はい、今日来た時みたいに上げちゃって全然いいと思います、ね、これを持っていこうか、はい、では可愛い、いや、ちょっと映りたくないですね、もう無理無理、可愛い、めっちゃいいじゃん、うわ、やった顔が引き立つ、なんか顔が見つかる、顔可愛いから、うん、一緒ね、ちょっと丸さは少し残す。で、耳かけて今こういう感じなんだけど、ちょっと下ろしたら割とボブっぽくなって、それはそれで可愛いと思う。で、いいっしょ。わー、すごい可愛いでした。じゃーん、こんな感じです。どうですか、カラーもかわいい。こんな感じで人生初京都になりました。いつもお世話になってる大西さんに可愛くしていただいて、今回もありがとうございました。皆さんもぜひね、ちょっと真似してボブ、ショートボブしてみてください。耳より前にこう出せばね、ボブっぽくも見えるよって言ってたので、ちょっとでもアレンジできるかなって思ってます。ということで今日は私の髪を切る動画でした。見てくださってありがとうございました。ちょっといいねって思っていただけたら、ぜひ高評価お願いします。バイバーイ。